はい、レタドールマイピーです。今日はですね、バッティングの、タイミングの取り方、コツ、自分の基準を設けようということで、そういうテーマでお届けしたいと思います。まあ、これもこう先日、野球塾の方で、中学生だったかな、から質問があったんですけど、本当いい質問だなと思います。でね、こういい質問だなと思ったし、やっぱりこう自分から手を挙げて質問する、自分の悩みとかをこう解決しようとするっていうことがですね、また本当こう今からこう何かをこう自分を変えたいとか、こう自分を良くしていこうっていう意欲の表れだと思うので、まあ、そういう気持ちで何事もこう取り組んでいくっていうことはすごい大事なことだと思いますので、グーだと思います。ということでですね、そのタイミングの取り方のコツなんですけど、基本的に、僕が子どもたちに伝えているタイミングの取り方は、まず、一つ目がピッチャーがボールを離す瞬間、ボールを離す瞬間に、右バッターであれば左足を引く、左バッターであれば右足を引くという形で、ピッチャーがボールを離す瞬間にためを作るっていうんですかね、足を引くっていう基準を、設けています。こう実際この基準がこうだからといって、やっぱりピッチャーによって球の速さも違えば、もちろん変化する球もあったりするので、そこはその基準 という部分を持って、ピッチャーその状況に応じて対応していくっていうことが、あり方なんですけど、僕が今日伝えたいことは、例えばそういう基準もなしにただ感覚、センスで、スイングをするのと、こういうふうに基準を設けてピッチャーの投げてくるボールを待つのと、どっちが状況に応じてこう対応ができるかっていうことを考えたときに、やっぱり基準を持ってる側だと思うんですよね。だからまずはその基準を設けて、そこから自分の感覚っていうものにを磨いていく、経験値の中でこうね、こう合わせる技術っていうものを磨いていくっていうことが大事だと思います。子供にも言ったんですけど、僕がこうしなさいって、今回こういうふうに伝えたとしても、世の中いろんな指導者さんの考えがあります。僕がこう言ったからって言って、じゃあ他の人も同じなのかって、そういうことは必ずないので、大切なことは自分自身がそういう、 こう基準を持っていく中で、その状況に応じてこう対応していくっていう、そのベースを持ってないと、やっぱりこっちでこう言われた、あっちでこう言われたっていうことで、こう自分自身が流されてしまう状況がこうできてしまいますので、まず自分のその基準だったり心の軸っていうものを安定させて、一つ一つ自分がやるべきことっていうものに取り組んでいくっていうことが、今回のバッティングのタイミングを取るコツだけではなくてですね、全てのことにおいて自分の基準を持つっていうことは大事になってきますので、そういう部分をですね、これから磨きながら自分のレベルアップにつなげていってくれればいいかなと、思ってます。何かを続けると本当こう大変なことだと思うんですけど、やっぱりそういう続けていく積み重ねたものが自分の実績だったりとか経験値となって、後からこう財産になってきますので、自分の、こう理想の形につなげていくために、自分の基準を設けるということで、ぜひ実践してもらいたいなと思います。今日もありがとうございました。